はい、始まりました。信長の野望創造実況、黒田除水リベンジ編。関東は完全に制圧してますね。ただこの快進撃を率いている立花がもうそろそろダメそうです。トンボ切りを使うあの武将にやられまくってしまってますね。よし、それではスタートさせていきます。攻めてくんのを後ろのやつに任せて、こいつらはこう太田城を攻めて、小峰城も他に任せるか。お、どうよ、片倉小次郎、こいつ入ったら大きいけど入らへんな。入らへんな。もう逃がさんと処刑してもいいんやけどな。立花をこっちに行かせよう。立花大丈夫かな。やばいな。ほ、兵糧が切れるか。あ、ここも又兵衛もやばい。一旦違う、ここは太田城として、井の上も太田城として、一旦こっちをまず対決させると。きた、立花強すぎ。遠藤、うわ、これは強い。承知しました。これはすごい。もう突撃で一気に近づいて敵の混乱が解ける前にやってしまうと。よし、蒸発やな。こっちやな、次。よし、各地で戦争起こりすぎやろ。井の上か、こいつも強いねんな。黒田の懐刀の2人が、うわー、来た。守備強化しようか。用心して、こっちも飛び込もう。いけー。うわ、これがひどい。うわ、動けへんよ。完全に潰されるよ。又兵衛がやられた。お、こいつも井の目だけで倒すしかないか。同士討ちさせる。敵が強化してるから、強化してる間は襲えへんしな。鉄砲撃つか、とりあえず。これでこっちの勢いを増して、うわ、逃げるな。うわ、逃げられた。逃げられたな。よし、ちょっと離れて逃げるな、敵が。わあ、隠れたか。どこ行った。いた、突撃するか。追い打ちで動き封じて突撃。ちょっと待って、乱戦大幅強化されたら困る。これされるから怖いねんな。うわあ、近づいてきた。まずいまずい、まずいまずい、やられる。鉄砲撃ってこう。よし、鉄砲撃てどうにか。よし、追い返せ。
よし、このまま潰せ。よし。どうにか潰したんは潰したけど、立花、あ、立花どこ向いてんの？こうやな。よし、ここを通さない。よし、前田刑事かよ。また名称多いな。強いねんな。突っ込め。お、自身強化か。うわ、逃げるか。突撃も使えへんしな。おうおうおう、突撃で追いかけるか。よし、これで一気に削れ。うわー、かなりやられたな。敵が強化してるからな。南は、うわ、また出てきて戦ってる。またいいな、おまさやし。ちょっと待ってよ。これで2000、これ多分立花の最後やな。志村9000、9090強いしな。普通に突っ込め。お、速度下げるか。強化するな。お、ちょっと逃げて、逃げて横から攻めるしかないか。うわ、削られる。スピードが落ちてるから潰されんな。ガン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 。痛い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 。よし、うわー、やられてもうた。これがめんどくさい。混乱してるよ。これで守備力上げながらどうにか耐えるしかないか。うわー、混乱つらい。このまま潰されそうやな。うわー、立花がやられる。もう一回、勝てへんなこれは。おお、あかん、もう勝てへん。だからといって逃げられない。やばいな。これもう一回戦って、やれるだけのことやるしかないか。よし、行け。うわー、潰された。立花が壊滅してもうた。よし、2万か。あ、もう少しで城潰せんねんけどな。井上もあるし、こっちからやな。まずでも立花が潰れたか。直江兼継、落ち抜けでやるか。乱戦強化、守備強化、こいつやな。もう承知いたしました。よし、行け。スピードアップ。お、来た。直江兼継来たよ。うわー、突撃。もうさっさと近づこう。打ち抜け。よし、これで仕留めろ。逃がすな逃がすな逃がすな。よーし、よし、もう一回か。よし、
吉村。うわあ、こっちか。井上。こいつなんできんの？なんか強い技持ってへんな。乱戦強化、敵をまでに射撃強化。こいつらで行くか。なるべく自由に使える井上は置いときたいしな。よし、この6800で。あ、コミネジ落とした。お、来たよ。狙い撃ちして近づくと。7本やりか。敵も強いねんな。ここ乱戦強化、突撃。うわー、やられてる。めっちゃもう一回やっとこう。うわー、敵強っ。よし、でもまあこれで潰せそうやな。コミネジョが落としたかなら、後ろのやつここで詰まってるくらいだったら田島城を攻めるか。そしてこいつらはこのまま北に上がっていこう。無茶してでも合流しよう。よし、立花がどこに行くかやな。鳥羽城、駿府城に、駿府城の範囲まで移すか。こっちの城を、よし、出して二本松城を目指そう。ここも出して、よし、二本松城。でやろう、二本松城を超えてるかな、到着する頃には。こんなもんか。大きいところはこんなもんやな。駿府城のとこまで動かして拠点を。よいしょ、小粒の間に潰していこう。志村、こっちは虫やな。忍者か。よし、こいつは潰すか一気に。こいつなんかできるの、守備。おお、一旦落ち抜けで消して臨戦。じゃあこの複雑な状態は、まあこいつで、待てよ、こいつ弓で倒してこっちへ行かせるか。お、こいつ乱戦強化して、よし、こっちも吸収で。よし、捕らえた。うわー、うわー、うわーい、頼康死んだ。駿府城がもう使えへんな。表彰を始めましょう。報告いたす。よし、軍団の本拠を西に動かそう。まあ、こっか。駿府城が欲しい。駿府城範囲に入るのはどこやろ。うわ、入らへん。駿府城まで動かすと、駿府城、ちょ待てよ、軍団編成やな。
こいつの軍団を入らへんねんな。北に動かすか。よし。でここ入れて、ほっ、よし。で本拠をどの辺やろ。駿府城入らへんのかな、微妙。微妙やな。駿府城入れると大阪城が入らへんな。ここか。名古屋城やったら駿府城も入るんか。ギリギリ。よし、かなり数が減んな。でもやっぱ今のところがベストか。駿府城から出したいけど、移動して吉田、この辺強い武将入れといて、送るだけ送ってみようか。松浦、ほう、掛川、楓、駿府城にどうしようかな。これやったら出せへんな。清洲城からくらいしか出せへんか、立花が。移動、どっから出そう。上杉海勝入れようか。ほっ、上杉、こいつも入れとくか。そしてわあ、どっから出せばいいんやろ。まずこの辺出していこうか。あれ、ここ3人もいた。武将3人いるのか。関根の戸川、細川忠興だけでいいな。いざ参る。そしてどっかに北の方に送るか。こいつ送って、鈴木、そんな強くないけど、送って、どこやろ、ここか。2人送っとくか。よし、大騎乗。困った。橘がどこに帰ってくるんやろ。立花どっから出発してたっけ。岐阜城かな。岐阜城か、多分。なら、やっぱ清洲城くらいから出るんかな。よし、ここも出しとくか。お、マンションと小次郎、かなり時間かな。多分杉目城くらい到着予定。よし、今回これだけにしとこうか。よし、今回はこれにて終了。次回ももう整備とかもやることないんで、あとはガンガン攻めていくだけですね。立花がとうとう潰れてしまいました。以上、終わります。